はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。このチャンネルでは、アスタータタリクスなどのアプリゲームの攻略実況、生配信をお送りしております。ぜひ他の動画もご覧ください。というわけで、アスタータやっていきましょう。昨日のね、スペース配信で、まあ、ちょこちょこお話があった感じではあるんですけれども、まあ、スコアバトルだったりとか、あとは、まあ、ストーリー、が、まあね、年明けにね、新しいストーリー来るんだけど、そのストーリーがね、リナタンが中心になるっていう話だったりとか、まああとは正月にパネルミッションがあるよとか、ストーリーモードを手軽に楽しめるモードも実装予定。まあ作ってくれてるんですね。うん、サクッとクリアできるやつを。まあ今やってることが限界なのかなと思ったんですけど、プラスアルファでできるんですね。で、あとはタワー型の攻略コンテンツ実装予定と。いうことで、まあ、ここら辺非常に楽しみでございますね。うん。まあ、これがね、やっぱ、こういう情報がね、あるかないかでもね、全然変わってくると思いますし、実際、コンテンツがね、まあ、どれだけ増えるかっていうことで、まあ、人によってね、このコンテンツはあんま好きじゃないから力入れない。でも、このコンテンツは好きだから力入れたいとか、あると思うんですよね。まあ、それが、実際、こう、増えてくることで、まあ、取捨選択できるようになってくると思うんで、まあいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、これがそうだよね。新しく来る、クレジット、ボスクレジット、アロンダイトの瞬き。で、これでなんかオリジナルの年装が手に入るっていうことでね。まあいいんじゃないかなって思いますけどね、すごく。で、アリシキ、イネビア、例えばね。最大人目の40アップし、パーティーキャラのキラ、パーティーのキラーズアロンダイトであるユニットの人目のが最大、140アップする。アロンダイト3体入れたとしたら、それが全部140アップするってことか。で、感謝の印。デュエル後、自身のヒットポイントを 15% 回復する。あー、なるほどね。ギネビア専用のカスタムスキルになるんだ。なるほどね。これでも結構いいね。うん。今までないパターンのカスタムスキルだから、こういうのも、これ今後カスタムスキルで出してくるっていうことが分かってね。なんか予告編みたいでいいですよね。まあ、いずれにしろパーティースキル以外は、その自分にしか使えないから、まあ、ファンアイテムみたいに近いね。いずれにしろ。うん。で、ステージクリア報酬がすごいね、これね。ね、これ。イネビアクリアすると、匠がこんなに手に入るっていう。で、ランスロットで王。リナタンでこう。すごいね。これだけのものを配るってことは、やっぱりそこそこの難易度だと思うんでね。だって常設クエストなわけだからね。すごいな。一応、貫突できるだけの枚数は配られるんだ。石の数も結構ありますね。素晴らしい。まあ、あと難易度、どんな感じか気になりますが。で、キャンペーン。これで、リナタンチケットがもらえると。これはもしかするとあれなのかな？この後は、あ、でもこれリナタンのストーリーが来るってやつかな？だからこれなのかな？ラブリーシンガーで使用することができます。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。元旦のキャラはもうこれでリナタンなんですね。ラブリーシンガー。うわ、どんな衣装なんだろうね。めっちゃ楽しみだね。ラブリーシンガー、リナタン。ノワールは、やっぱ実装されないですかね。で、これがスコアアタックバトルと。あ、よかったね。うん。ギルドレイドじゃねえや。レイド系ですね。まあ、バトル、こういうやつだからね。再現性が高くないといけないからね。あ、ちょっと待ってよ。でもこれ、マッハ、撃破と書いてあるだけで、敵が出現しますって書いてあるな。マッハだって、あれだもんな。属性一種類しかないもんな。怖いな。生存ユニット加算スコア。2ダメスコア。4ダメスコア。あ、称号システムが。称号システム、実装されるんだね。まあ、こうなってくると、やっぱりフレンドとか、追加してもいいんじゃないかなって気がするんだけどね。フレンドシステムとかね。だってフレンドポイントのやり取りだけでもいいしね。あとは、イベント中にね、交換メダル来てたら、その交換メダルをプレゼントし合えるとかね。まあそれも作ってる可能性もあるけどね。まあとにかく明日ってことですね。で、これ、気になるのは、その、リナタン
が来るよっていうことと、スコアアタックバトルとアロンナイトのまた先来るよってことだけど、イベントはどうなってんだろうね。それはまだ教えてくれないってことなのかな。遊び方、まあ、これはちょっとじっくり読んどくとか、パッと見て判断できるようなもんじゃないと思うんで、うん、まあ結構いいんじゃないでしょうか。うん、全然関係ない話になっちゃうんですけど、まあ、今日なんかこうザワザワしてたんで調べたりちょっとしてみたんですけども、どうやらね、そのグミの株をですね、SBI 証券が新たに取得したっていうことで、まあ、その結果、グミの、会社の株価がね、ストップ高したということで、100円ぐらい上がったのかな？まあ、ぶっちゃけ100円とか上がるの異常だけどね。だとしても。で、まあ、一旦トーンって上がると、まあ、少し下がり始めるんですよ。当たり前だけど、今まで持ってた人が、ね、今が売るチャンスだっつって売ると思うんで、まあ多少下がっていくと思うんですけど、まあでもここにそのあそこが買った意図、追加した意図は多分あると思うんでね。まあ株価は下がってた分ぐらいはまあ回収されるんじゃない ?SBI だ、ごめんなさい。SBI ホールディングスね。うん。株価はまあ維持されてくるんじゃないですかね。まあこうなってくるとね、まあ買いたいなーって人も増えてくると思うんで、これストップ高っつってもね、マックスで500円まで上がって360円とかだったのが、すごすぎんだろ。それが、今日の終わりで、465円。まあでも465円って言うと、今日の始まりが478円だから、まあ、ほぼ変わってないね。だから、投入されて、で、じゃあ今のうち買っとくかっていうのが朝あって、それが上がって、それを見て、また売ってっていう人が出てきてるっていう感じで、まあ明日以降どうなるんですかね。まあ僕全然株とか詳しくないからよくわかんないけど、だとしても、前日よりも今上がってる状態なんで、まあこれってある程度のところまで下げ止まったんじゃないですかね。もう、これどこまで当てになるかわかんないけど、こう、ヤフージャパンファイナンスとか見ると、みんなの掲示板評価っていうのがあるんですよ。買いたいか売りたいかみたいな。もう買いたいが6割なんで、結構今はグミの株っていうのは買い時になってきてるってことなのかなっていう。スクエニとか見てみると、あ、スクエニの方も買いたいってなってますね。まあ、ゲーム事業、今年ゲームの会社、軒並み株下がりましたからね。あ、超えてくわ。14% だ、買いたい。ニンテンドー。まあ、ニンテンドーがね、売りたいって言われてる時期なんて想像もできないですけどね。まあ、ちょっと超えていくは心配ですが、なんか逆に見なきゃよかったっていうぐらいの、あれだけど。まあ、スクエニとかもね、買いたいって言われてるぐらいだから。まあ、まだまだ、これからってことでしょうね。グミっていう会社も。まあ、だってね、決算資料出し、下がったのも、そんなドカーンとは下がってないんですよね。ドカーンとは下がってるか。あ、いや、そんなことないな。決算資料出してからはそんな右肩下がりにゆるゆると、ゆるゆると下がっていく感じで、っていうところだな。これ最初下がったのなんだろうな。アスタタがリリースしたタイミングぐらいでドカンと下がってるんだけど、なんか情報出てたかな。わからんけど。まあ、とりあえず、グミの方は、その資金と調達っていうところではね、まあ大きな、問題は多分今んとこなさそうですね。で、まあ、スペースでコラボの話とか出てくるのかっていうのはちょっと想像はつかないんですけれども、まあ、今後、まあ、どういう形で出してくるか。まあ、なんかモンストとかみたいに、こう、ログインしたら、こう、急にムービーが流れ始めて、っていうのが、まあ、一番いい気がするんですけどね。誰にでもリーチできるし。まあ、あとはまあ、外にどうやって広告出すかっていうところなんですけど。このゲーム公式生放送やらないから、ちょっとよくわかんないですけど、ただ昨日のスペース配信はすごい人見に来てましたね。うん。僕2回目なんですけど見に行ったの。前月見に行った時の2倍以上人来てたんで。なので、まあ期待値は上がってきてますよね。うん。まあそういう感じはすごいしてます。あとはまあ、
新しく始めましたっていう人がコメントくれることだったり、あとはディスコードのサーバーに来てくれたりとか、まあそういうことはちょこちょこ来たんで、うん。まだまだ盛り上げどころあるなっていうふうに思っております。まあ実際僕もね、その YouTube のアナリティクスで、自分の動画を初めて見に来たっていう人が、まあやっぱり増えてきてるんで、まあそういうところもね、含めて、アスタタね、応援して、今後もね、応援していきたいなっていうふうに思っております。はい。というわけでね、まあめっちゃどうでもいい話を間に挟んでるんですけれども、明日のね、アップでめっちゃ楽しみだなということでまとめておきたいと思います。というわけで、最後にね、チャンネル登録、高評価、そして、コメントお待ちしております。お疲れ様でした。